お待たせしました。どうだったんだ今の。いらっしゃいませ。オートフォーカス初見さんいらっしゃいませ。昼間は自転車乗ってる人間なんですけど、どう。いらっしゃいませ。で、オートフォーカスをオンにしといて、あれ、バンビはちょっとお待ちください。犬に。よいしょ。いらっしゃいませ。バンビ。ちょっとこの部屋ですね、暖房を30度まで設定上げてるんですけど、あんまりエアコンが。音声が遠い。あ、ちょっとお待ちを。これでいいですか？これでどうでしょう？音量どうですか？ OK、ありがとうございます。今ですね、暖房故障というか、聞きにくい部屋なんじゃないかな、意外と広いんで、ここは。あれですか？化け物語。化け物語かな、そりゃ。で、今は、この辺りにいます、この辺り。今、この辺りです、この辺り。で、今日はですね、本当は、この福江島っていうところを、昨日、まあ、半分弱まで来てたんで、残り全部ぐるっと回って、福江港まで戻って、で、今日福江港泊まって、明日の朝一で、次の上五島っていう 上五島っていうところに行こうと思ったんですけど、この近くまで、このミイラクっていうところまで来たところで、昼飯道の駅で食った後に、なんか疲れちゃったなぁと思って で、ちょっと、いや、痩せてないです。今回食いまくってますからね。で、今、ユースホステルにいます。天気恵まれませんね。今日の夕方もまあまあだったんですけどね。で、あとさっきコメントがあったから先に見せときますけど、これ映るかな？ここのユースホステルは、この間、ラブラドール、雑種系のラブラドールらしいんですけどの、お父さんとお母さんの間に6匹子供が生まれたらしくて、まだ1匹だけ、名前がモジョンっていう女の子の子犬が残っててですね、ちょっとすいません、コメント対応できなくて。いや、相部屋じゃないです。一人一部屋で使わせてもらってます。もう一人自転車の人来てるんですよ。私とほぼ同い年の自転車乗りの人。あえて性別を言わないところが、明日は上五島に渡ります。で、ちょっと待ってください。ここのじゃあ、モジョン。これ、動画の長いやつです。いや、もう、引き取り先は候補があるらしいです。で、黒すぎて映像あまり映らないんですよね。これ、こたつに入ってるんですよ。人と一緒にこたつに。ラブラドールです。で、こいつがですね、手を出すと、指をずっと加えて甘噛みしてるんですよ。甘噛みっていうか、まだ歯が生えてないんですけどね。指くわえてます。これで2、3分ずっとこの調子なんですよ。で、指噛んでる間は泣かない。むちゃくちゃ可愛かったですよ。名前はモジョン。モジョモジョしてるからモジョンなんだそうです。おめかせ。可愛すぎて死ぬかと思いましたよ、まったく。ほんとむちゃくちゃ可愛かったです。
子犬噛まれても全然痛くないんですよ。なんていうか、入れ歯外した状態で噛まれてる感じ。ずーっと噛み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 されてるんですけど、痛くないんですよ。で、犬ネタは、あ、そうそう、夜はですね、お母さん犬と一緒に寝るんだそうです。で、とりあえず乾杯は、ソンベンはですね、ちゃんとトイレシートの上でしてました。たまたまその上にいたからなのか、ちゃんと分かってやってるのか分かんないですけどね。全くしてやがる。で、これ買っては来たんですけど、道の駅でカンコロ持ちなんですけど、これ薄く切って炙って食べなきゃいけないんで、帰ってからですね、今回食べられないです、このままだと。いや、食べられるんだろうけど。黄色いドアで仕方がないんで、昨日浜辺、民宿浜辺さんの近くの商店で買っといたやつと、あとこれ2日目のアクエリアスで。とりあえず乾杯。乾杯。また餅です。これちゃんと、あ、どうなんだろう、餅は。あ、ちゃんともち米だ。もち米、もち米、乾杯。ちゃんともち米ですよ。吠えてる。もうずっとキュンキュンいってるんですよ。おかえりやす。ちいかまは、ライターか。ライターも持ってないんですよ、私。タバコたしなまないんで、気しない人間なので。あ、夕食。まあ、夕食は品数はシンプルですけど、ここの、お父さんペアレント、ペアレントお父さん、ご主人が釣ってきた、アオリイカと、どっちだっけ、刺身がアオリイカで、煮物の方がなんだっけ、ケンサキイカ。地元だと言い方違うらしいんですけど、ケンサキイカ、松イカって言って、アオリイカの方は水イカっていうらしいんですけどね。でも水イカって私福岡で聞いたことあるような気がすると。なんか具がえらいたっぷり入った豚汁です。野菜が豚汁の中にいっぱい入ってますけどね。という夕食でした。醤油たっぷり、実装電子機器は好きですね、どれも。あとこれは手と顔の端っこだけ出してるさっきのモジョンちゃんです。モジョン、めちゃくちゃシンプル。でも豚汁とかうまかったですよ。大根とイカもうまかったですよ。かなり新鮮だったはずです。私は新鮮かどうかの違いあんまり分からんけど、あとは今日なんか配信終わった後に何かあったかな。あとは放送するネタあんまりないですね今日は。こんばんは。あ、そうだ、あと豚汁定食、イカの刺身ノーカウントですか、贅沢だな。で、今日の昼は割とここの近く、ここから 2,3 キロぐらいのところなんですけど、道の駅のバイキングで、あ、ラグってきました、どうしようもないです。で、昼はバイキングで、なんだっけ、電波が、今どうなってる、水イカ、あ、やっぱ言いますよね、水イカ。聞き覚えあったんですよ。で、これの、まあこれ全然取り切れてなくて、他にもいっぱいあったんですけどね、が昼ご飯でした。ただ腹いっぱい食べすぎました。あと、やっつけ団子という名前の、クレープの皮とこしあんを巻いた感じのやつ。やっつけ団子って放送中も言いましたけど、検索したって出てこないんですよ。ゴキブリをやっつける宝山団子っていうキーワードです。のしか検索で引っかからなくて嫌な気分になったんですけど。やっつけ団子。多分これ、昔からあるもんじゃなくて、創作なんじゃないですかね、やっつけ団子。で、汁物。上はこれコーヒーですけど、この、
手前の汁物はこれはチゲ、キムチチゲ、チゲ、チゲです。チゲ。営業時間。あ、空いてました。ありがとうございます。ただですね、意識せずに滑り込んでしまいました。13時半ラストオーダーで14時までだったんですけど、13時25分ぐらいに入りました。だから、で、今品物もちょっと今切れてきて、これでよろしいですかって確認してくださいって言われて、で、ざっと確認して OK ですって言って、で、1050円払って、たっぷり30分ギリギリまで食ってきました。美味しかったです。こんばんは。ブレトルかな。で、このサラダにかけた、こんなとこ褒めるのもどうかと思うけど、サラダにかけたオリジナルの柚子味ドレッシングがえらい美味しかった。済みましたよ。腹いっぱいになってあんまり走る気なくなったっていうのもありますね。朝鮮料理、朝は韓国海苔は出てきたけど、朝鮮料理チゲ鍋ってだけじゃないかな。それ以外はあんまり。あと見せるものは、ああ、そうそう、韓国海苔とかなんか拒否反応します示す人いますよね。まあそれは人それぞれだ。で、今日は明日まで含めて3日間で福江島回って、で、明日は昼前の便で、確か直行すれば1時間のところ、なぜか朝の便は早いんだけど、昼の便はそれよりプラス40分もかかる、上五島っていうところに渡ります。島の名前は中通島なんですけど、上五島っていう地域名なんですよね。チゲとか、なんか韓国をまた嫌ってる人いますね。私はそういうのあまり好きじゃないんで。教会はですね、今回1箇所しか行ってないんですよ。ですよね。今回1箇所しか教会見てなくて、行ったところが、京都は私は冬はできないです。私は寒がりなんで、今回雨に降られて寒い思いして、もうすでにから体調悪くなってますから。坂が、島なんですけど、やっぱ坂は多いですね。島だからこそかもしれない。で、教会の中は基本的に写真とか撮影禁止なんですけど、ここ今日寄ってきたところはここです。皆さんの映像で見て、右上のところに教会の形を写ってる、この海津教会っていうところに寄ってきました。早起きしなよ。まあ、どちら7時半に朝ごはんなんですけどね。あと、朝一の便って8時なんですよ。こっから直行しても20キロ以上離れたところで、8時の便っていうのは私には無理です。船が、いや、経由地が違うんですよ。直行するやつと昼のやつは途中別の島に寄っていくんで。そう、ステンドグラス。中から見たかったんですけど、閉まってたんですよ、今日。そう、アップダウン結構あります、明日も。明日最短コースで宿、あ、実は明日の宿も今考えてて、この上五島の北側の方の有川港っていうところの近くにある焼肉屋さんの2階の宿を狙ってます。あ、着いた、そうそう。辛い人わかんねえ。島だらけ。そういうもんだからじゃないかな。でですね、あと、あ、もう一つ喋るなと思い出した。で、電波安定しないですね。ここのユースは、っていうか今ですね、今、あれ？あ、どっか行った。島徳、あった。野宿は私は風邪ひいてますから、もうすでに。引きかけですから。あ、夕食そう。あ、さっき検索したらすごい期待できそうでした。てか食いきれなさそうでした。で、いや、普通に乗ってましたよ、で、今ですね、この五島列島では島徳通貨って言って、大二郎か。5000円で6000円分のチケットが買えて、まあ普通に6000円分として使えるんですけど、タブレットバッチリですよ。で、昨日泊まった民宿浜辺さんはこれに加入してなかったんで、あえてフェリーターミナルで買わずに行ったんですけど、今日泊まってるここのユースは、まあ一般客だったら大体、
まあ私会員だなんで5000円弱なんですけど、風は空ま調のず、せいですか？風、い感や、染率単高に寒い思いしたからだい。と思います。部屋の寝袋じゃなかった？で、そんなここ寒に書いいてるだけじゃのないはんで空す調入っよ。てるんですちょっとか？すいません、寒米いどむのしては喋りますけ今のど、季節ですね。ここのユースは、この島徳通貨で泊まると、まあ普通に6000円分、5000円出して6000円分のチケット買って、そのうちの5000円分のチケットを出せば泊まれるだけじゃなくて、さらになんかお宿持ちキャンペーンっていうキャンペーンやってて、この島の中の宿だと、2000円キャッシュバックなんだそうです。つまり、5000円で6000円分のチケット買って、で、その中から、6000円分の中から半分の3000円分だけ出せば泊まれるっていう、一泊二食で。おかしくないですか、なんか。さっき宿の、オーナーさんから聞いたんですけど、変ですよね。なんで3000円で泊まれることになるんだ、これで。そう。なのに、この島徳のホームページには、お宿持ちキャンペーンのことが書いてないんですよ。おかしいよ、これ。難しい話は。5000円でチケット買うと、一泊二食、ここに泊まった上で、さらに3000円分のチケットが残るっていう、おかしいだろ。いや。あ、そうか。3000円残るんだ。5000円でチケット買うと3000円分のチケットが残って、そうか。あ、補填はなんかこの島の観光協会かな？どこでやってるのか知らないけど。そう、それも一緒に書いときゃいいのに、なんで書かないんだよ。まあ、ただ、一応一泊目までなんですけどね、一般客は。それとは別にスポーツで泊まりに来る人は その恩恵を毎日受けられるんだそうです、連泊すると。おかしいですよね。というわけで、チケット買ってきとけば私は多分、3000円分、ん？イラスト書いて。時そば。今何時だい？で、明日行こうとしてその焼肉屋の宿は、少なくともこの島徳通貨っていうのを使えるらしいんで、私は5000円で、フェリーターミナルで5000円のチケット買って、明日のその焼肉の宿は6000円なんですよ。まあ明日やってればの話ですけどね。採算は宿の方は大丈夫らしいです。ただし、ある程度宿も負担はしてるんだそうですけどね。そう、実質2000円分で泊まれたことになりますね。買ってきとけば。で、残り3000円分はそのチケットとして残るわけですけど。フェリー代は金券では多分払えないと思いますよ。何に使われて書いてあるんだろう。島徳。やっぱり店で使うようですね、これは。というわけで、本当に買っときゃよかったよ。そしたら今回の旅行で多分4、5000円分ぐらいと、お安くなったと思うんですよね。なので、ちなみにこのキャンペーン3月までやってるらしいんで、買ってなかったんですよ。昨日泊まった宿がそれやってなかったんで。じゃあいいやと思って買わずに来たんですよ。で、3月までに来る人は絶対使った方がいいです、これ。携帯ショップ。島が、そうそう。宿はまあ、補填受けてるからいいとして、その補填出してる方はどうなるんですかね。そこまでして客呼んで儲かるのか。明日はお休み。そうそう、その可能性があるんですよね。期間限定での、ここの、五島列島は、夏場がハイシーズンで、かなり今実は人来てるらしいんですよ。なんだけど、冬場はさすがに少なくなるんで、そこをこれでその人を引っ張って、私にいくら、なんかそういう相談しときゃよかったかな。お昼ご飯を、ちなみに、明日狙ってる宿はここです。これなんて読むんでしょうか。ん？ステマ？いや、ステルス、そうか、いくらもらえますとか言えば、ステルスにならないのかな。いや、あとそう、むちゃくちゃ綺麗でした。2月、あれ3月までってオーナーさん言ってたのに嘘つかれた。あと、オーナーさんからいろいろ、てか、ここのオーナーさん話好きで全然止まらないんですけど、
あ、そう、不思議に人を呼ぶためのものなんですよ。あ、見えなかった今。パソコンでできてキーボードがない。この店の名前なんて読む？有公園ですかね。私もなんかその人弁の横にありって書いてあるから有公園かなと思ったんですけどね。まつげ。ふとこう、有公園ですかね、これ。を狙ってます。ただ夜、ホルモンがいっぱい出てくると、私ホルモンそんな得意じゃないんで、食い切れない可能性もあるんですけどね。ここに、6000円のところが5000円で泊まれて、あと、お宿持ちキャンペーンってのやってたら、なんか別の2000円のキャッシュバックとか2000円のお土産とかの特典があるのかもしれない。バッテリー付きのは、確かこのミークスにはないですね。あ、でもその代わり。今こうやってます。はい。ちょっとこの左側になってしまうんですけど、どうしても。プラス、マウスで一応デスクトップっぽい環境が作れます。代わりに。あ、ホルモン。さっき検索したらホルモンたっぷりと、あと、トントロとかなんかいっぱい出てきて、おかしいだろっていう感じの感想が書いてあったんで、かなり楽しみにしてます。こんばんは。で、そうすれば五島、ここで有名な五島牛を抑えたことになるんで。ホルモンだらけ。ググったら有効園。あ、ありがとうございます。モジョンにあげて、モジョンですね。本当にずっと指噛んでるんですよ。キーボード、ブルートゥースです。トンちゃん。ああ。あとしばらくじゃあ、モジョンの映像とかご覧ください。キーボード持ってきてます。このあざとい映像でしばらく時間稼ぎましょうか。残り時間5分しかないじゃないか。あれ、ちょっと待った。今、なんでそんな時間経ってる？あ、そうそう、折りたたみのやつです。今回の旅行は食事が、そうなんですよね。妙に、なんか、食事関係が充実してる。ちょっとこれ、ピント合ってないですかね。モジョン動画、一応 YouTube に上げて、さっき、短い動画にして、YouTube に上げて、Twitter に書いたんですけどね。お通し、キムチも美味しい、タレが絶品です。口コミにあった。これはこのリユースホステルで生まれたラブラドール雑種の子犬6匹のうちの最後の1匹です。これから近くのおじいさんに引き取られる可能性が高いんだそうですけどね。ずーっと指噛んでる。全くですよね。こと。人差し指、凶暴ですよね。よっと。こんな感じで人差し指噛んだり親指噛んだり、ずーっと、あと意外と結構、深くまで噛んでしまうんですよ。指の付け根近くまで飲み込んでしまう。ノストラダムス。何が？犬は。でも、むちゃくちゃ可愛かったですよ、これ。1時間ぐらいずっと、あ、そうそう、配信したかったんですけどね。ちょっとユースの方に迷惑かかるかなと思って、配信のことは一言も言っておりません。だから今、なんであいつ独り言ベラベラ喋ってんだって思われてますね、外に聞こえてたら。で、あとはなんか見せるもあったっけ？味覚が、なるほど。あと見せるものあったかな。明日は午前中はこの近くの山とか登って少しゆっくりして、で、11時45分のフェリーに乗って上五島に渡るんですけど、あっちかな、どっちだっけ。いやいやいや、ちっちゃいね、歯が痒くて噛むとか、ああ、そうなのかもしれない。ずーっと噛んでるんですよね。いや、もう一人の人はですね、ランドナーで来てる人で、私より1歳下で、埼玉の人でした。
埼玉の人で、こっちまでやっぱり自転車で走りに来てましたね。宿の人放送見てたり、いや、どうかな。あ、ちなみに、犬をマイカゴに。あ、コンセント見せたの。いや、まだコンセント今全然、これからなんで。何時出発？ 8 時には出発したいと思ってます。7時半に、朝ごはんなんですけどね。充電はこれから本気出します。左上の方に散らばってるあれをいろいろつないでやりますから。天気はですね、明日は曇り予報だけど、雨の予報は出てなかったです、確か。こうで、こうで、いろんな人、あ、そうそう、あ、思い出した、もう一個喋るネタ思い出した、重要なこと。これ明日のこっちの予報です。昼12時に、あれ？どこだっけ？昼15時だ。15時に南西の風8メートルとか出てます。お風呂は混浴ではなくて一人でしたけどね。タコ足、まあ、電力そんな大したことないと思うんですけどね。あ、で、一番重要なこと忘れてた。このユースのオーナーさん、ベラベラ喋るオーナーさんがですね、ベラベラ言い方良くないな。非常に饒舌なオーナーさんなんですけど、ここの五島列島というか、この福江島は、女性の一人旅が妙に多いんだそうです。で、まあ私ともう一人の人も同じ40代で、やっぱ独身で、オーナーさんが、独身女性いっぱい来るから紹介して紹介してくれってうるさいとか言われて、夏に来なきゃダメだよみたいな感じに言われました。なんか30代ぐらいで、しかも妙に綺麗な人が多くて、あと看護婦の集団の、ナースの集団が来たりして、あとなんて言ったっけな。なんか今、五島列島一応、なんか妙に景気がいいらしいんですよ。コンビニができたり、ファミレスが入ってきたり、なんか、廃屋があちこちあるかと思ったんですけど、意外と景気いいらしいんですよ。で、オーナーさんが言うには、この島の中、島の中で金使うことないからみんな金持ってるとか言ってました。で、夏場本当にここ結構毎日いっぱいらしいんですよね。で、そうそう、女性がたくさん来て、結婚狙ってる女性がいっぱい来るって話をずっとしてました、さっき。で、晴れてる時に来たいっていうのもあるんですよね。